行くぞ。ヘナチョコの忠誠心より俺らの覚悟の方が上なんだ。なんだよ、誰も倒れてねえじゃねえかよ。倒れちゃったんだよな。これじゃあ賭けが成立しねえな。賭け？何言ってんだ。最初の5分間好きに殴らせて、最初に倒れたやつが負けだったんだよ。あ？なんだよそれ。ただお前らのパンチがヘナチョコすぎてみんな立ったままだけど。嘘だろ。でも確かにあいつら攻撃してこなかったっす。まあこれ以上時間かけてもクリューさんに怒られそうだからゲーム変更だな。強がりだろ、強がりに決まってる。こっからは先に倒したやつが勝ちってこと。そうだ、そうだろ。じゃねえか。こいつら一人一人半端ねえ。もうここまでだ。そろそろプロメトして報告いくぞ。おい、そこまでにしてもらおうか。小島、なんでお前が。大丈夫なのかよ。ああ、なんとかな。俺が来たからには大丈夫だ。安心しろ。なんだお前。俺はこいつらの担任の教師だ。お前ら、ただで済むと思うなよ。小島、こいつらめちゃくちゃ強いぞ。気をつけろ。安心しろ。俺はここに来る前にロッキーを見る。冗談言う余裕があんだったら大丈夫かな。あいつのことだ。なんか秘策があんだな。担任の教師は、おい、こんなところで一人か。警戒しろ。あれ？皆さんお揃いで。メガネ君、
相当強いみたいだな。舐めてるや。褒めても何も出ませんよ。ああ、これからはせめてもの償いとして本気でおもてなしさせてもらう。うん、素晴らしい。あ、よくプライドを捨てれましたね。6人がかりで武器まで持って、うん、素晴らしい判断です。はい。何とでも言えよ。勝ったら正義。俺らはそう教わってきたんだよ。ええ、だから褒めてるじゃないですか。しかしこれじゃあ僕が振りすぎる。ちょっと準備させてください。は？準備？おいおい、今更そんなんしても何も変わんねえぞ。おい、てめえ聞いてんのかよ。よし。よし。準備完了で。てめえ、何者だ。しがない隠居改め。伝説の不良で。おい、やんぞ。世界に慣れて、俺まで戦ってきたやつは訳が違うな。今降参するなら話聞いてやってもいいよ。降参？笑わせんね。今ので力の差が分からねえほどお前もバカじゃねえだろ。仕方ねえからおめえらにはとっておきを見せてやるよ。とっておき？ああ、秘密兵器だ。待って。なんで武器でも持ってこようってのかよ。おい、お前らあっち、オッケー。どうした？俺こっち行くか。おい、お前、事務所行け。どう？俺こっち行く。あいつどこ行った？おい、おら、どうした？一人じゃ何にもできねえか。おい、見つけたよ。いや。
医者。起きろって言ってんなら、はい、起きろ。だよこいつ。まだ終わってねえだろ。